Mi nombre es Kaz. Gracias. 今日は日本の北九州市にある門司港に来ています。カメラが見えないぞ。はい。こういう見えない。ちょっとカメラ切り替えますね。はい、カメラを切り替えました。こちらがこの高いタワーが門司タワーです。とても高いです。おいで。ここら辺は門司港レトロといいます。明治時代からの建物が残っているところでもあります。風が強いです。とても暑いです。はい、ちょっとだけ歩きます。今あっこに見えるのが出店、屋台ですね。日本の祭りです。よいしょ、暑いよ。とても景色がいいです。ここは、外国人の観光客もよく来てますね。毎年、花火大会があるんですが、コロナウイルスの関係で今は中止になっています。だろうかな、これ。結構ね、お店があります。こういう感じ。海が綺麗ですね。確か映画のロケもたまにあります。ちょっと座ろうか。お店です。マスクしてるから車。
苦しいな。バナナのキャラクターがいます。よくわかんないけどね。休憩。船があります。食べ物が置いてます。船が出た。はい、ここに見えるのが門司港レトロ駅です。ここから電車に乗れます。噴水とかもあります。中に入ってみましょう。
あ、バスが出てるな。人力車ですね。人が運んでくれます。なんか明治時代とかザ・日本っていう感じです。はい、というわけでちょっと門司港を少しだけ歩きました。ぜひですね、日本に来た時は門司港に行ってみてください。楽しいですよ。グラシアス。